総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹のサダマ勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サイキセブンカープ第34回大会の出場者はあなたのチェロス、シオネ、シルビー、ツルコ、マイク修二郎、ミナッチ、ヤマちゃんモンバー、そして第33回大会の覇者、ディフェンディングチャンピオン、ゼットウォーキー。以上の8名が真剣バトルを繰り広げます。注目のトーナメント組み合わせは、抽選の結果ご覧のようになりました。サイトセブンカップ第34回大会を制するのは一体誰なのか、熱戦を期待しましょう。1回戦第1試合、バイク修二郎 VS シルビー。おはようございます、バイク修二郎です。今回ね、5大会ぶりの参戦でございます。呼んでよマジで、5大会って何年、年またぐじゃねえのこれ、そろそろ。おーマジで、もうまあ今日はね、あ、そうそう、報告あります。カブちゃんカブちゃん91キロ体重ね、一応これマストなんで一応言っときます。前よりもちょっと痩せたでしょ。豚これ決勝、今回カブちゃん出てないかな、出てないけど残念だけど、決勝で優勝してその時には80代に突入してるんでね、カブちゃん見ててね。あれあれ、できてないじゃないですか、で豚なのにできてない。対戦相手はシルビーちゃん、何度かねお会いしたことあるんですけれども、このサイトセブンカップでは初対決ということでね、一応ね3タイムズチャンピオン、もう 何年前か分かんないけど3タイムズチャンピオンなんで、シルビーちゃんを倒しますよ。3、2、1、ガンバイク。はい、2大会ぶりということでシルビーです、やってまいりました。結構いいペースで呼んでもらえてるので、これはね制作陣から愛されてるんじゃないかなとふつふつと思っておりますということなんですけれども、私がこれ前回なんかでも記憶から消そう消そうとしてたんですけど、さっき思い出させられた事実がありまして、どうも前大会で失格しちゃって、前大会前回出場した時に失格して終わってるんですよ。なので今回はそのようなね失態がないように気をつけたいと思います。対戦相手はバイクさんということで、バイクさん今減量中みたいなんですけれども、私も今絶賛減量中なんですよ。はい、中年太りが気になるお年頃というわけで、今回フットワークの軽さが鍵になるんじゃないでしょうか。はい、今回も頑張るビー今回戦いの舞台となるのは埼玉県越谷市のサップ蒲生店。東武伊勢崎線蒲生駅西口を出てすぐ目の前にあります。パチンコの設置台数は395台、持ち玉大移動、手玉の共有は NG です。最新人気機種はもちろん、一パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイキセブンカー1回戦第1試合キックオハバイク、オハバイク、お、定量制ってあるんだね。じゃあまずちょメインの方から見ていこうかな。メインはどこだ。あ、ここが海が大海スペシャルか。なかなか珍しいですね、大海スペシャルをこんだけ台数今にある店はね、ホールさんはね。当店の看板機種大海スペシャル、設置台数は最多の60台です。なるほどね、サップさんはね海を大事に扱うホールさんなんですけど、店舗さんによってこのね推し機種というかメイン機種の海は変わってくるんですね。いや風が強い。あ、おはようございます。よし、
何から行こうかな。ちょっとバイクさんと初めてこういう対戦するんで、あのね、相手の出方が全然わかんないんだよな。結構ね、こちらのお店バラエティ豊富みたいなので、ぐるっと見てから決めましょうかね。ここが海の浜出寺、夕出寺コーナー。いや、これちゃんとさ、ここにへそ小球の表記をね、書いてるってのがまたこれ分かりやすいね。こっちはこっちで、ほら、オミフォーブラックはへそ小球4玉ですよ、ちょっとね、玉持ちいいですよみたいなこともパッと見で分かりますもんね。バイクさんも硬いからな、安定する機種でもいいかもしれないな。お、ロボ芸者99バージョンか。意外と好きなんですよね、ドシュールな演出が。お渡りラッシュの感じも止め打ちしやすくていいんですよね。あ、天竜、天竜はでも頭から打つ台じゃないですね。もうそれは教訓で学んでるんで、よし、違う台打とう。とりあえず店内を一周し終えたシルビーもうね、バイクさんが何を使うわかんないんで様子見ようと思ったんですけど、めっちゃじっくり割と一台一台全体ぐらい見てるんで、これはね、まだ何ですかわかんない、決まってないっぽいですね。さあ早速見ていきたいと思います。ロボ芸者の99バージョン、ちょっと思い出しながらになりますけど、このねシュールな世界観はね、ぜひとも久しぶりに堪能したいなと思います。はい、店内回ってですね、座ったのはダイナマイトキングイン沖縄。これね、打ったことあるんですけど、まだ当てたことないんですよ、経験不足で。ただちょっと見た目が前打った時よりも全然良さそうなんで気になってるんで、ちょっと打ってみます。で、もう一機種気になってるのはウルトラセブン2なんですけれども、まあ、これを打ってからいけそうだったらこいつで勝負したいと思います。打ちながらね、ちょっとすいません、経験不足なんですけど、ちょっと落ちながら勉強していきたいと思います。さあ、相も変わらず渋いチョイスのシルビー、天出寺だけにまずはサクッと先制のゴールといきたいところですが、芸者と組もうよ。スタッフ的にはトップ能力、高いのペース 65% の各編ループペースみたいな感じです、ね、で、各編中なんですけども、超各編みたいな感じのゾーンがあって、そこで高当たりラッシュみたいな感じでハマればハマるほど弾が増えますよっていうところがあります。で、そこでいかにやれるかですよね。今一応これで各編突入ですね。で、このロボランプってやつでどこまでやれるか。さあ、ロボランプに入ったので、これがね、コアタイラッシュになってるんですけど、このロボ芸
者の子を与えられるってちょっとね変わってるというか、まあ電速がないんですよ。ここにもうポケットがあって、そこはポケットに弾がこうダイレクトにインする感じで、これでスタート回していくんですよね。わ、もう出んじゃん、ちょっと早いよ。もう早いよ、ロボランド終了のピンチ。一応ね、継続率も 65% あるんですけど、頼む頼む、ハマるほど嬉しいんですけど、来い。あー、し、危ない危ない危ない、継続で、こんな感じでめっちゃふざけてるよね。ごめん、デンジャー回避したら今度ボーナスかどうかですね。どうしたい。でも一応回避できたら、よし、ボーナス引いた、よかった、ゴール回避できたらできたで、ね、お渡り出して弾増やせるんで嬉しいんですけどね。よし、私たち、これで15ラウンド、各辺渡りですね。まあ、3000、一応ね、ムラもあるとは思いますけど、3500円で5回で1000円あたり 1.4 個、ちょっと弱いね、これね、数値的にはね。ルルちゃん、あ、ルルちゃんじゃねえや、もうシェルビーちゃん、何やってんだ。あー、タチカチカしてる、チカ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 、ヤバーイク、早速ヤバーイク、あ、見つかっちゃった。1000円で当たったの？そうなんですよ、1000円で当たっちゃったんですよ。で、今継続中なんですよね。絶好調です。絶好調出ました、早くも。え、バイクさん何打ってるんですか？打ってません。打ってないの？はい、まだまだ見てます。いや、ダイナマイトキングちょっと打って、はい、ちょっと周り弱いから、ちょっと様子見に来たの。なるほど、そういうことなんですね。いや、よかった。余裕だね、もう笑顔が可愛いな、余裕の。楽しい。うん？楽しい。よかったね。そこは冷たいんだ。それはよかった。そりゃそうだ、楽しいよ。これ知ってるよ。なんかちょっとだんだん分かってきたぞ、バイクさんって。何？はいはいはい。なんか楽しい？楽しい楽しい、知ってるよ、2回言わなくていいよ。興味ないですよ、すぐ行っちゃう。なんだろうな、楽しいパチンコ受け付けてないのか。はい、パチンコウルトラセブン2でシルビーちゃんをね打ち倒しますよ。マジで楽しいって、楽しい、いい笑顔だな、マジで、もう羨ましいよ。落ち芸者、うわーダメだ、あとはもう保留を消化して終わりですね。あーダメだ、なかった、チャンスタイム、ライブ的に通常でしたね。でもこの画面だったら定格になってるんで、ここはもういつやめてもいいですよっていう通常図になります。そこまで伸びなかったな、一応持ち玉1300個ぐらいになりました。アマネジなんで上出来じゃないですかね、サダマではプラスだし。お、短いね、続けよ。普段音ちっちゃめでやるから、なかなか大迫力なんだよこれ。すごいね、すごいね、このスピーカーが4つあるから、すごい臨場感が。お、おらら、金じゃった今、 UFO もそうだよね、やばいくー、セブンチャージ、ハイパー、さあ、当たってろ、もう
SOS ゾーン、ナース赤 SOS、 これはいいぞ、おーい、うわ来たぞキングジョー、うわ激アツ、これは外さんぞ俺絶対、行くぞ、あれれ緑って、おい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 緑、いやいや緑でも7点、7点出たよ、バイブ復活のエアバイブ、修二郎来ない、ポポポポポって、ポポポでしょこれ、ポポポ、修二郎やらかしてしまいました、本日最初のビッグチャンスを逃しがっかりです、ちょっと周りがそんなに良くないというか、村もすごいしあまり良くないという感じなので移動します。一応今持ち玉センターもあるんですけど、このバラエティコーナーの中だったら移動10メーターなので、この持ち玉を使ってなんかいい台にありつければいいなと思います。ちょっと探してきます。しかしその貴重な持ち玉をナナシーであっさりと溶かしてしまったシルビー、とりあえずここでライバルの様子を伺いに、お、いたいた、セブンか、さすがにまだ当たってないよね、どうしようかな、セブンバーって出ちゃうとちょっと怖いんで、ただ全然出ないことも多いありますからね、これ私今日バイブさんと対戦初なんで、ここでやっぱり同盟マウント取れるかって結構後々にも響いてくると思うんですよ、相性的なもんで、だからやっぱこの今回の戦いはぜひとも勝ちたいです。何を取っかな、はい3体目です、グレナガ1キロダンジョン、最近出たやつですね、グレナガン自体めちゃくちゃ久しぶりのニュースですけれども、どうだろうな、いや回ってくれたら本当にもうそれでいいです、回ってくれたらありがたい。さてそろそろ反撃に出たい修二郎ですが、また UFO キング、おお金だよね今、え、なんか金じゃなかった、あ違う、あ金だよ車、待って またこれスピークね、おロック、うわ SOS ゾーンに行って、さあ来たぞ赤の、もう緑は、おー来たぞこの、これいけんだろう、カットイン赤以上で、よしよし赤ならいけんだろ、赤赤赤で、よっしゃ、やりました、パチンコ楽しい、ゴール、ほらもう500円の分の玉を残してさ、もう行っちゃう行っちゃう行っちゃう、でもここは行かないね、
さあ勝負。とりあえずバトルボーナスです。ここまで119回転、投資金額は4500円でした。さあ確変昇格なるでしょうか。いけよ。マジか。やっちゃった。実戦スタートから90分が経過しました。100回転の時短中になんとか引き戻したい修二郎ですが、おお、だ、これ電柱保留の、うん、これ俺これ当たりじゃない。だよね、ほら、ゴール。時短突入後わずか10回転、思いもよらぬ形で2回目の大当たりをゲットです。あ、バトルボーナス、 あ、そうかそうか、あ、そうか、勝てばいいのか。またかこれ、そうか、100、そういうことか。もう行くだろ、2回目行けよ。嘘でしょ。2回4ラウンドって、そうか、単純にもうこれは電柱保留の予告なのか、今のは大当たりのね。なんだかな、まあいいか、なんだかなで、あれ確変にしてほしいな、あの豪華な予告。さてそんな中、大移動後わずか22回転で大当たり、天元突破バトルに突入していたシルビーですが、100回転、さあ天元突破バトル終了。残念ながら単発で終わってしまいました。時短だったのかなと思います。400台くらい。あ、でもちょっともうちょっと打ってみたいと思います。まだ全然回してないんで。終わっちゃった。ここは、あ、ここで蘇れだったら、金文字の蘇れだったら突角の可能性がね、だったんですけどね。まあ頑張って、じゃあまた回しましょう。その後両者に動きのないまま実戦スタートから2時間半が経過。すでに追加投資中の修二郎は、3時間半だから前半が、え、1時半であと1時間か。ちょっと厳しいね、初当たり通常2回じゃね。さてこちらも同じく追加投資中のシルビーですが、連続3回割れる、こんなもんじゃない、キンセルフ、これは足がかりにしてですね、やれるもん、どうなるか。大見え予告、これね激アツ位置なんですよ。あ、でもガンメタリーチ、ただ金タイトルは焦るはず。あとこれでギガドリルが出るかどうかなんですよね。ここから発展、ここから発展、そうだよね、大見え予告入ってる、よしよしよし、変身して、はい、下のですね、シトマンドラ、上から2番目強さ的には、お、いった、これこれこれ、ギガトリルブレイク、これが入ると一気に熱いんですよ。これあるかもよ、来い、
50本、突入確変、こちら50本なんで、ここで確変いくかどうか。ゴール ST 入れるかどうかが本当に大事。37なら ST、 よし、いった。こうなると気持ちいいだよね。よし、これで勝負、ワンチャンありますよ。いやー、こっからだよ。104回 ST、スタートから3時間半、シルビーが連チャンを3に伸ばしたところで前半戦終了。体重91キロの修二郎はわずか2ゴール、遅れを取っています。はい、前半戦お疲れ様でした。お疲れ様です。笑顔ね、笑顔。いやでも結構接戦じゃないですか今。さっきまではね、さっきまではでもなんか、はい、終わり間際にチカチカしてなかった。そうなんですよ、ようやく ST 入れて今16ラウンドも引けて、おい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 、で前半戦の最後に ST 丸々残してきたんで、後半戦もう私確変スタートです。いいな、一番幸せなやつだね。一番幸せなやつ。投資が1万いくらだっけ、4、私今投資、総投資1万4500円です。で俺が1万6000円で、はい、ウルトラセブンで出たもなしなんで、はい、あでも結構いい勝負ですよまだ。で接戦弱いじゃないですか、パリさん。誰がじゃん。聞いてますよ。え、聞いてんの？聞いてますよ。あ、正解。いや、メンタル追い込まれすぎなんですよ。お。だから全然まだ焦ることないんです。じゃあセブン、メンタル追い込む。セブン回しててください。それ作戦でしょ。いや、多分、いや難しいんだよね、ここね。でも期待値で言ったらセブンあるんで、うん。ほら、そうですよ。これはセブン打ってた方が私ラッキーって感じでしょ。まあ安心かな。当たってくれなかったら安心かな。よし、どうしようかな。まあでもうちらやっぱり帽子がトレードマークなんで。あ、そこ来た、うん、そうですね、そうね。あの、私知ってますよ、バイクさん、うん、今日オニューの帽子持ってるじゃないですか。そう、知ってた。知ってます、知ってます。あのね、はい、今日久しぶりイサのサイドセブンカップだから、これおニューです、これね、シャツ、これ、ね、シャツもおニューなんです。これもおニュー買いました。この似合ってます、似合ってます。サイドセブンカップに合わせてね、はい、で帽子も買ったんです、はい、そしてしたらディレクターに朝見せたら、はい、さんに、はい、余計デブに見えるますねって言われたの、この帽子がね。顔がでかく見えると。顔がでかい。顔がでかいんだけど、もともと顔がでかいんだけど、はい、さらにでかく見えますねって言われて、はい、じゃあいいよって予備のいつもの帽子をかぶってます、はい、でもせっかく持ってきたんだから、それかぶんないと調子出ないかもしれないです。あ、そっか、かぶったら、はい、いけるかもしれない、うん、いつからそんなおかずになったんだ俺。気分は上がるかも、ね、上がるかもしれない、ね、じゃあ変えてみようか。デブ具合が増すと思うけど。いいと思います。後半変えてみよう、はい、うん、やった、はい、お楽しみに。デブ修二郎。次回のサイチセブンカップは1回戦第1試合、バイク修二郎 VS シルビーの後半戦。一向に痩せる気配のないガンバイクと、こちらも人生マックス体重のガンバルビー、予想だにしない衝撃の結末を Don't miss it。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓アルセの土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。 サイトセブンカップ、総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サイチセブンカップ、34回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは1回戦第1試合、
バイク修次郎 VS シルビーの後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。先制のゴールを挙げたのはロボゲイシャのアマデジからスタートしたシルビーでした。先を越された修次郎はウルトラセブンで反撃に出ます。総投資8000円で大当たりをゲット。しかしマジか、やっちゃった。一方ライトミドルのグレンラガンに移動していたシルビーは、これあるかもよ、来い、よし、よかった、前半でなんとかもう一回始めたらどうぞ。今日オニューの帽子持ってるじゃないですか。そう、知ってた。知ってます、知ってます。余計デブに見えるますねって言われたの、この帽子がね。顔がでかく見えると。顔がでかいんだけど、もともと。顔がでかいんだけど、さらにでかく見えますねって言われて、はい、じゃあいいよって予備のいつもの帽子をかぶってます、はい。でもせっかく持ってきたんだから、それかぶんないと調子出ないかもしれないです。あ、そっか。かぶったら、はい、当たるかもしれない、うん。いつからそんなおかずになったんだ、俺。気分が上がるかも、ね、上がるかもしれない、ね、じゃあ変えてみようか。デブ具合が増すと思うけど。いいと思います。後半変えてみよう、はい、うん、やった、はい、お楽しみに、はい、デブ修次郎。スタートから3時間半、シルビーが連チャンを3に伸ばしたところで前半戦終了。体重91キロの修次郎はわずか2ゴール遅れを取っています。今回戦いの舞台となるのは埼玉県越谷市のサップ蒲生店。東武伊勢崎線蒲生駅西口を出てすぐ目の前にあります。パチンコの設置台数は395台、持ち玉大移動、出玉の共有は NG です。最新人気機種はもちろん、1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。1回戦第1試合後半戦キックオフ。はい、それでは後半戦スタートしたいと思います。私はですね、前半戦の終わり際に、まあ、当たりまして今 ST 入ってて、まるまる ST 残ってる状態からスタートしたいと思います。一応あのバイクさんとは結構いい勝負の定まなんですけど、3000発ちょいぐらいは定まで差がついてるのかな。まあ、そこまでの差ではないんで、なんとかね、この ST 中も一回16ラウンド引けたなという感じです。じゃあ誰が顔でかいんじゃい。でかいよね、これでかく見えるね。見える、俺もさっき撮れて見た、見える、うん、もうちょっと痩せなきゃね。まあ後半戦なんですけど、今シルビーちゃんとは定ま的には3000発ないぐらいなのね。これは回ってます、まずまず。ただ3時間半で当たらなかったら怖いっていうのもあるし、ちょっとガンツのエクストラある程度回ればそっちで行こうかなとも今思ってるんだよね。でもし回んなければこれ以外でも、どのウルトラセブン2もそれなりに回ると思うんで、すぐ戻ってきます。ちょっと試します。試しながらシルビーちゃんの近くなんでの動画も見れるし、今一応4ラウンド並走で終わったり引いて、その後2回終わったり引いてるんですけど、まだ1回しか16ラウンド引いてないんですよね。いいよ、これ電源突破ゾーン、ぼちぼち熱いですよね。だから大台のチャンスでもいいし、圧縮的対決だし、で16ラウンドのチャンスでもある。あ、いい、よし、やりました。シルビー前半戦に引き続き4連チャン目のゴール。
もちろん天元突破ゾーンでの大当たりは16ラウンドの大当たりです。超ボーナスゾーン入ってましたよね。ちゃんと7の印象を勝ちました。3番だと16ラウンドですね。あれバイクさん移動してきてるじゃん。ダンス当たりましたよ。当てた。16当たったよ。何ラウンド。16です。16です。16。おい、もう話か、もう早くも話変わってきたよ。これ戻ろうか。もうこれで5000発じゃん。さ、5000はでかいだろう。なんで今俺の目で当てんのよ。見えちゃったから戻ろう。かっこいい帽子かぶってる。バカにしてんのか。吉村って書いてある。これお乳の帽子です。顔がでかいんだよ。顔がでかく見える帽子だよ。そんなことないです。お似合いです。笑ってんじゃねえか。笑ってんだね。ふんだり蹴ったりだよ。もう帽子だね。やっぱいつもかぶってる帽子は小顔効果あるんですよ。これやっとくか。もうね、せっかくあそこまで回してたから。なんだよお前、話に行っただけじゃねえか。会話しに行って大当たり水つけられただけじゃねえか。あ、もうスポーちゃん友達やってたらちょっとボイスボイスもここ見たらかな。結構ね、これ4回かほぼワンセットなんですけど、単発打ちだとスルー枯れちゃいますね。あエッセイ終了。いやーでもいいじゃないですか。今6000発近くありますよ。教授ね、あの持ち玉に入ってる分が5,145個。16ラウンド2回3回引けてる。いや、やれた方でしょう。リードを広げ上機嫌でグレンラガンを続行のシルビー。めっちゃ乗るね。あ、7000オーバーで赤まで行った。ここまで来てようやくチャンスぐらい。焼き物完成で、これで四天王バトルかな。誰？あ、でもタイトル赤、あ、テロップ赤。これね、四天王バトル、このチャンスアップがすごい大事なんですよ、確か。ちょっとどうかなって思うとこあるんですけど、いや、どう、これ次第。お寒い感じで。ギガドルでもないしね、弱いというか。どう？あ、行った。当たりました。シルビー、これがトータル10本目のゴール。さあ、ここ50本いった。じゃあへそでのわけなんで、ちょっと4ラウンド。ただね、50本の壁越えたのでかい。うますぎでしょ。シルビー自画自賛の確変を当たり、 ST 終了後わずか8回転で後半戦最初の初当たりをゲットです。さあ、ここで連チャンを伸ばし盤石のリードを築きたいところでしたが、いやー ST 入ったのに残念ながら単発終了。もうそこだけ ST 終了ですね。いやー惜しいな。ここ今のものにできたらでかかったんですけど、まあまあまあしょうがない。
さあ現在遅れを取る修二郎、ここですかさず反撃に出たいところですが、まあウルトラセブンは2は一撃万発のダラとはいえですよ、そうガッシュ入ればねいける可能性はあるね。まず早く当てないと、一刻も早く。これか。おお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 、予感ゴーゴーゴー、バック切んだよ。シルビー待っとけ。ナイスラッカーゾーン。SOS、 あ、アイスラッカーゾーンか、いいじゃん。さあどんどん上に行け、どんどん上に行け。おお、ファイナル太陽。おいおい、これ当たるぞ、これ。太陽いっちゃったよ。これは来たな。待っとけシルビー、キングジョー当たればラッシュ2回目、よっしゃー。さあ勝負の時だ。ボリュームも変わるでしょ。赤ならいける、赤赤7。ああ、よっしゃー、よっしゃ、言ったら来たよ、帽子だ。吉村修二郎、待望の確変大当たり、これがトータル3本目のゴール。大道後129回転、投資金額は5500円でした。534回転、よっしゃ、こっからこっから。どうしようかな、ちょっと回転率が若干取れてきたんでいいですよね。で今持ち玉5800玉あるんですよ。一応3玉では勝ってると思うんですよね。バイクさんはお当たってる、ラッシュ中だ。あー継続した、マジかー。でね、出玉の標準が1275かな、ウルトラポイント、まだ大丈夫だな。いやでもこれちょっと危ないな、ほっといたら一撃で2万発とか全然いけちゃいますもんね。いいねいいね、ハマるねハマるね。これもしかしたら日本新記録でやるかもしれないぞ、これ。どんだけか知らないけど。どんだけだろう、日本新記録。その後もハマり続ける修二郎、なんと400回転を超えました。この間ガイドのセブンのハマり対決、紙面でやったんですけど、それでもここまでハマってなかったな、トップでも。お、1号、3号。これは3点、よっしゃ、待ってました。はい、やりました、最高だね。5倍ハマりで16ラウンド、今幸せな時間でございます。
帽子はちっちゃいけど幸せな時間です。大きな顔に満面の笑み、ゴール。やったよ。日本新記録ではないと思いますが、見事407回転の大ハマり。修二郎がシルビーを激しく追い上げます。まだ続いてるよ。海のバラエティコーナーでお茶を濁していたシルビー。でもね、やっぱね、持ち場までダイエットできるできちゃうがために、このバラエティコーナーから離れられない。一応ね、バラエティコーナーも319とか薬物金物系の機種とかいろいろあるんですけどね。ただでもあの勢いでやられちゃうとちょっと危ないです。でも何かしないとな。後ろから行っちゃう。完全に役バージョン。まあ役物を見てからかな。何回か最終決戦やって、それでどうにかなればいいな。ダメそうだったらやめましょう。というわけで、牛音虎の373番台、4回転からのスタートです。さあ、よみがえれ。うわー、終わってた。連チャン自体はそれほど伸びず、実質3回の大当たりでした。結果的に16ラウンドは2回の、まあ、4連ですね。ただ集中ハマり2回ハマってくれたので、実質わずか3連チャンながら、ラッシュ中の大ハマりのおかげで丸々5箱の持ち玉を確保することができました。ここで修二郎は気になるライバルの様子を伺いに。これは全然もう大丈夫。最終決戦いった。よし。さあ、ここはまあ後ろとトラはね、こっからですよね。問題は難しいんですけども、とにかく上がってほしい。もうね、マイクさんが結構俺の強かった。あ、見てるじゃん。分かるもんだね、人間ってね。やっぱ山間第6巻でさ、分かるもんだよ。だって監督に隠れてるもん。もうマイクさん、やっぱ分かる、背後の視線って感じるもんね。あ、来ます。ゴー。でしょ。よしよし。あっけに取られる修二郎。びっくりした。すぐ入りましたね。これウーストラボーナス。ウーストラボーナス。50本。あー、どっち。よし。来た来た来た。ちょっと。ちょっと。はい、ちょっとすぐ追いつくんで、ちょっと待っててください。まあまあまあ、連チャンね。まあいいよ。まだ分かんない、まだ分かんない。強えな、強えな、マジで。ちょっと、よし。タイムリミットまで残り90分を切りました。ウストラゾーン極みに突入するシルビー、ここがまさに正念場です。こっからですよ。これ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 。お、来たー。獣の槍の一歩手前のやつ。ビッグアイあった。熱いよね。もうね、本当これを決めることができたら、ちょっとバイクさんには申し訳ないんですけど、すごい嬉しい。これ頼む。いいんじゃないの、いいんじゃないの。お願いします。よし。
来た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 。さあゲットしました、最終決戦ゴール。これで30ラウンド分の大当たりが確定し、修二郎を逆転です。さあここでさらに畳みかけたいシルビーですが、いやもう頼む、これもう一発決めたらもうね決定すると思うんですよ。勝ち確まであると思う。もう一発決まったら時間的にもね、もう一回頼む。いやでも厳しい、緑か。うわー普通、あー。というわけで結局4連チャンで終了です。終わった。いやでもね、これいい感じで、お年玉全部で今9300、噂で入れたら9500近くあるのかな。いやこれ本当だいぶやれたでしょう。サタマネタプラス6000個ぐらいになってるのかな。あバイクさん結構持ってるじゃないですか。1234.5箱、はい、7代目偽物語199バージョンの方です。やっぱね今二玉的に3000発以上ぐらいはあると思うんですけど、そのぐらいだとやっぱライトメドルで当たり、まあまあ軽めに、でもちょっと出玉感もある普通みたいな機種ちょうどいいですよね。ここでね残り1時間になりました。もうねシルビーちゃんとは約3000発の差、まあ俺はもうこのまま行くしかないですね。台道を弾流したりなんだかも時間かかるし、他の台周りで言ったら危ない感じもするし、もうこのままラッシュ入れてまくりますよ。それしかないね。そしてあっという間に残り30分、依然大当たりが引けない修二郎。いやまただって1年ぐらい出てなかったんだね俺。これ初戦で消えたらまた1年、もう俺だおじいちゃんだから、おじいちゃんだから死んじゃうかもしれない1年だったら。次後年、今もうやばいんだから、いろいろあの肝硬変とかいろいろ肝臓が悪いんだ、もう肝臓ちょっとあの何でしたっけ、フォアグラ的な肝硬変じゃないけど肝臓になんか脂肪が溜まってるやつですね。だから肝脂肪、肝臓の脂肪の数値が高いんだって。多分旅打ちよく行くんで、旅先で味の濃いものよく食うんでね、カロリー高いやつ。痩せる痩せると言いながら暴飲暴食を繰り返し、ここに来てついに体が悲鳴を上げ始めた修二郎、3タイムズチャンピオンのこれが最後の勇姿となってしまうのか。タイムズアクト。はい、今時刻は18時で実戦終了ですけれども、シルビーちゃんまた今 ST 入れたみたい、偽物語でボッコボコにやられました俺。ノックアウトでございます。乾杯です。終わります。周りはねまあまあ23ちょっとでした。結局あっぱれシルビー。ウルトラセブンの大ハマりで見せ場を作った修二郎ですが、その輝きは一瞬でした。シルビーが最後に9連チャンで締めくくり、見事快勝を収めています。はい、お疲れ様です。いや、お待たせしました。はい、今回なんとね、はい、いい勝負だったと思いますよね。はい、ちょっと最後ねダメ押しで私、いや、いい勝負勝たせていただいて、勝ち逃げさせてもらったんですけど、
途中までね、後半の一瞬までは、前半ぐらいまでかな、はい、後半の最初の方だけは、いやだいぶ、はい、俺がやっとウルトラセブンで、はい、2で、ね、2連3連して9先発ぐらい出た、ね、出てましたよ、そこで2連3連で、そこでね、はい、シルビーちゃんを俺上回ったの、はい、はい、そうなんですよ、よしと思ったらすぐ後ろとらで何あれ、バッチリ見てましたもんね、当たる瞬間外れろ外れろと思ったらバシッと入ってもう一発で入りましたから、今日当たったよね、今日何座ってもすぐ当たりましたね、で俺ね、まあ牛虎レンチャンだったけど、はい、差がまあ3000、4000発ぐらいだったけど、そうですね、そのぐらい他の騎手行こうかなとも思ったんだけど、まあウルトラセブンにかけました最後ね、そしたらダメだったねでもやっぱ帽子新しいの被ってから連チャンしたじゃないですか、一撃一万発負けたけどねちょっと私後半調子悪かったらもう帽子もらおうかと思って考えてたぐらいですから、あいいよでもこれ顔でかくなるんでしょこれ被るとちょっと被ってみやだやだ顔かぶって 顔でかくなるんでしょ、ちょっと女の子だからやめてよこれ何頭ほらほらあれ似合ってる似合ってるちょっとうさんくさいな、シルビーです俺勝ちましたシルビー、俺勝ってないです、あシルビー俺バイク、なんか似合うねやっぱ似合うね似合ってます、意外と似合う、これ顔でかくなるんでしょ、これ俺が顔でかいだけだよかったよかった、顔大きさ変わんなかったそれでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。1回戦第1試合はシルビーがバイク修二郎を下し、3大会ぶり4回目の準決勝進出を決めています。はい、初戦突破、気持ちよく解消できたんじゃないでしょうか。というわけでこの勢いのまま次の戦いに進むんですけれども、対戦相手が塩根もしくは山ちゃんボンバーということで、結構ね両極端な2人ですよね。もうイメージ通りで話させてもらうと、うーんすいません塩根かませ犬発揮してまた準決勝で与えたいのと、次に与えるのは塩根がいい。山ちゃんボンバーはやっぱなんだかんだ言って結構ねコツコツというかせこせこというか、あの勝ちにこだわるタイプの打ち方をするんで、あんま当たりたくないんですよ。準決勝もなんとか突破して決勝に進出したいと思います。俺のこと嫌い。次回のサイズセブンカップは1回戦第2試合、千代根 VS 山ちゃんボンバーの前半戦、ご存知3代目かませ犬が小平のしましま野郎に挑む悶絶パチンコドキュメンタリーを